4枚ぐらい。はい、広がってきました。浅田です。あのバスケ呼んでください。あのみんなで昇格目指して、てかまあ今年上がってあの楽しみましょう。杉山コロスとました。俺とこれが、俺たち下から。ありがたいですね。ね、優しく迎え入れてくれて。一番上になる。バチバチ一番上。でも俺今まで東芝でも金さんいたりとか大人さんとか初めてなんですよ。最年長が今年36にして一個お前初めてみんなとこうやってやったけど、ちょっと膝手つけたんだけど、俺たち強いんだから、顔を見て、前見て、相手一回かけ、 OK、 ありがとうございます。はい、座って、こういう距離2周半しない。マイルエグい。そうだ、マイルめっちゃエグい。マイルエグいですね。なんか千倍っぽくなくない？ない。いや、早っ。いや、羊から取った生き血をな。おじいちゃんちょっと何言ってるか分かんないです。おじいちゃんちょっと気になるですね。ちょっと戦でいこうと思って。終着です。使いますよ。フランクス。どんな人にもフランクス。テレビで見てた人たち。いや、マジですよ。僕だって小学校に行ったら東芝戦とかに出てた人ですか。すごくない？そういう人たち一緒にやってんだよ。ちゃんとやれよ、お前。もうちゃんとやれよ、お前。やばいよ。それでもバズって呼べるんですよ。飽きすぎてもう、うん、あ、お父さんですか。そうそう、お父さんみたいな感じ。お父さん。でも本当お父さんぐらいだね、マジでな。バズさん嫌いな人っていないんじゃないですか。あの人と一緒にいる人たちって、多分みんな笑ってますよね。あー、フェラン。追いつかない。キックオフフェラン。ラグビーキャリア。人生で3本ぐらい。キックオフいい。追いつかない。いつ解決だ。いやもう俺笑いすぎてる。ほら、引いてるでしょ。だって、おじさんしか笑ってないし。若いの笑ってない。ベテランみんないなくなっちゃったから嬉しいですよね、こういうベテランで、うん、俺はすごく嬉しい。僕も嬉しい。おしゃべり相手してくれる人をどん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 いなくなる。マジで野口さんのミーティング最初あのちょっとフランクな話出てくれるじゃないですか。あれ笑ってんの俺と亮だけですか。若い子誰もちょっと見た。あ、なんか LINE の時になんかちょっとおかしかった。あの相手こういう風になったんですよ。拾っていただいて、ね、またこう戦える場所をね、ちょっとまあ高いところで戦えるっていうのは、まあ、ありがたい。めっちゃ悩んだけど、だけどまあ今こうしてここでね、こうやってやらせてもらって復帰でさせてもらってすごいありがたい。うん、はい、クラッチ。やっぱ膝の調子悪くて、であとまあ手術するかっつって9月に手術して、宮崎合宿の時に俺は手術して、そこからまたリハビリして、復帰しそうになったら肉まだりして、で、そう、すげえぞ、マジで。取るよね。早く戻りたいっすよね。戻りたいよ。投げ。45。ああ、現場じゃないんだよ。ベタ。でもほら、ちょっとでも気を紛らわせる。ありがとうございます。助かります。あ、
復帰が見えてきました。見えてきたぜ。でもね、これはね、ここから焦っちゃうからね、焦んないようにしてるんだ、うん、こんなに安心、こんなに自分の体信じれない、初めて。シューパーベンチ、まあ、病院行って先生が、いや、まあ大丈夫だよみたいな感じで決めたから、めちゃくちゃホッとしたい、今のね、自分の体をもう信じれてなくて、俺は。確かに。はい、セカンドプレー、よし、少しかんや。バンジャー、もっとフィックス。サポープレー。フィックス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 。スピード、ボーイズ。いやー、ね、マジで長かったね。なんか初めて、まあ年取るってこういうことなのか。試合自体めっちゃ久しぶり。めっちゃ久しぶりだ。やばい。だ、一昨年の12月の後半ぐらいにバナったんだよ。だ1年以上。以上か。1年2ヶ月、3ヶ月。ヘビーな相手ですよ。相手じゃねえから。自分との戦い。嬉しいです本当に。あのきつかったですけど、みんなが本当に優しく声かけてくれたり、まあ、特にこうメディカルのスタッフの人たちには本当に感謝してます。はい、本当にありがとうございます。また頑張りましょう、来週も。なんかこれ本当不思議なもんで、リハビリしてた時はもう今年で終わりでいいやとか思ってたけど、いざこうやってちゃんとできるようになって、でスクラムをこう押せるようになったりとかすると欲が出るもんで、まあ、まだやりたいなって思う。うん、なんかそう、なんだろうな、貢献できてる、まだ俺は貢献できるなっていう感覚があるから。バイ。だ。でもちょっとさ、あるじゃん、あのパチンの後ちょっとあって、さこうやる、わかりました、わかりました。あれを縮めるの。ああ。もういいね。まあ俺も入れ替え戦見てて、まああなったのは結構スクラムの原因っていうのは分かってたし、まあ、俺はこれ取られる意味は完全にスクラムの強化
まあ、俺がやるのもそうだけど、まあ、みんなの底上げになったらいいなっていうのが役割としてあると思う。フラッシュバーイブランカ、ブランカ2キャップ、2キャップ。学校はでも、やばいのはやばい。眠ったんだな、今、終わり。ナイス、めっちゃ最後、めっちゃいい。最後一番いいじゃん。ミスサダス弟子なんですか。はい、弟子です。もう法政法政の先輩なんで。で、日野の時もずっともう社会人のスクラムとは何たるか教えてもらったんで、やっぱりこうなんか実家みたいな。いろんな人と組んじゃうとそこに合わせて自分も変にブレちゃうんで、自分の基礎的なところをこう、あ、どうだったっけってなった時はバウさんにセットアップお願いしますって言って、浜もっと前とかもっと下とかいろいろやってもらって、あ、ただいまみたいな。バズさんはスクラム番長というよりもはや巨匠の領域ですよ。巨匠か。あいつら基本 HR でマジで。フロントロードが結構経験の若い選手が多いから、やっぱああいう経験のある人間がグラウンドの中にいるというのは全然違うでしょうね。やっぱそういうのもあって結構もうね、ベテランの域に達するバズを僕らは迎え入れたようなところはあります。プレイヤーだからできる教え方もあるかって、俺が入ったからにはノブさんと連携して底上げするのは大事。めちゃくちゃなんか練習で俺が押してそのレビューして、トイメンのやつが少しでもバンとかまだ日は浅いけど、あいつまあ持ってるのは強いから、警戒線をしたら、まあ普通にこうなるわ。で、こういう壁があったからあえてブリッていけたんですよ。そうですね。で、一番崩せて、そう。それでもしっかり膝下げようね。膝もね。スクラムだったら多分負けないし、エナジーも与えれると思うから。やっぱ入れ替え戦でまず押してペナルティーが取ったらかなりいいんじゃないかな。で、またもし俺がプレーできて来年ヒロスの上に上がってて D1 でやった時にやっぱりバズ強いなってなったら最高なんだよ。まあ入れ替え戦の僕ができるか分かんないけど、行くか、レックス、ロックス、行くかバズ行くよ、こういうの行こうぞ、行くか、ゴー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 、入ってる、入ってるよ、やってるんですけど、アングルつけたら一発アウトです。このあとで、When that break. Yeah. 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 Yeah.